第5試合オフィシャルマッチライト級5分3ラウンドを行います。青コーナー175センチ、 68.6キログラム、 カーティスブリーガム、充実家カナダのカーティスブリーガムです。赤コーナー172センチ、 69.4キログラム、 シュートボクシング協会、尾形健一。シュートボクシング尾形健一、おお、珍しい光景ですね。これリングスが紙テープ、そうですね、未だかつてこういう紙テープ珍しいですよね、まあ、特に最近ではないですよね、初段、はい、のね、僕すごい今驚いてたんですけど、どうしたんですか。セコンドにですね、シュートの佐藤ルミナ選手がついてるんですよ、はい、これはどういうことを意味するんでしょうか。実はですね、ルミナ選手、で打撃の練習をですね、はい、シーザージムの方でしてまして、はいはい、グランドの方のですね、スパーリングを太田選手はしてるそうなんですよ、はいはい、その関係ですね、はい、友情関係ですね、はい、シーザージム所属のシュートボクサー尾形健一が、今回このリングスのマットに上がります。これはリングスの前田代表とシーザーさんのまあ提携がね発表されています、はい、そのまず第1弾ということになります。これ注目の一戦ですよね。そうですね、もう本当にですね、この打撃のトップレベルある選手がですね、はい、この総合ルールでどう戦うのかと、はい、非常に注目ですね。ライト級のオフィシャルマッチです。タックに行きました。ブリガム、ブリガムはリングスの USA 大会に出場したことがありますが、膝中でいきますね。バックから引きずり落としました。ブリガムが落としてきました。うまいですね、ブリガム。足をこじ入れています。充実化、充実化得意な足をしていますが、おお、おむる状態になっています。立ち上がってこれを無効にしようというところですが、スリーパーになってますね。これスリーパーいきますね。これ垂れたら、あ、ええ、これも決まりそうです。やばいですよ。左から回り込んでいます、はい、さあ、わっと、これはバンザの体勢。速い速い速い、尾形圭一何もできず、体からやってきた形でも噛むよ。カーティス・ブリガム、シュートボクサー尾形圭一を一周、カーティス・ブリガム選手の勝ちでございます。